どうも、クルスです。今日は今から眉毛をアートメイク初挑戦しに行ってきます。そんな嫌な顔しないで。新宿駅に着いたら地下道を通ってアルタの正面ではなく裏の方の出口から地上に出ます。はい、こちらを右に曲がります。もうね、すごい道は簡単です。ただただまっすぐ直進していきましょう。はい、そうするとスクランブル交差点に出ますですね。どんどんどん的なね。そこをずっとまっすぐさらに直進しますと、目の前にゴジラが見えてまいります。こちらを右へ折れましょう。はい、目の前に見えるカラカン、これを左に折れてもいいですし、もう一個先の筋を左に折れても目的地にはたどり着きます。で、ずっとまっすぐ行くと、はい、アパが見えるところで右へ。そうするともう目の前に実は見えてきてます。今回お邪魔したエレナクリニックは一棟まるっとこちらの美容クリニックが入っているんだそうです。さあ、それでは早速行ってみましょう。まずはカルテに記入をします。はい、続いてアートメイクに関しては先払いなので受付横にある精算機でお会計をしちゃいます。施術を受ける前にはお医者さんの診察も受けます。さあ、いよいよ始まりです。こちら6階に上がってまいりました。コンパスを使って一度黄金比っていうものを出させていただきますね。はい、はい、いつも眉毛描く際に一番大変なのは先ほどおっしゃってた左右差合わせるのとかですかね。左右差です。いつも、はい、めちゃめちゃ大変。一度目を開けて私の方に視線お願いします。目の幅測ります。はい、ありがとうございます。人によっても全然違うんですか、これ。あ、全然違いますね。お客様はまだお顔が中心でお鼻と唇、顎一直線上にあるんですけど、これが鼻曲がってたり、顎曲がってたり、唇曲がってたり、いろいろです。でも一直線っていうか左右差がない人の方が少ないですね。違いますか。この眉頭の位置がちょっと左右対称に眉毛が描きたいときって、この眉尻とかは結構違ってても、眉頭だけ合ってれば大体こう綺麗に見えるんですけれども、はい、いろんな人骨格があるんですけど、その骨格の中で一番いいバランスっていうのがこちらになります。こうやって見てみると本当黄金比通りに生えてますね。言うなれば、ここの下のラインを足してあげるのと、上のライン、いつもここまでしっかりご自身でメイクされますか？します。します。太くしちゃうんで。太く。はい。じゃあ、ここら辺、しっかりこう、縁取ってあげて、下のライン揃えて、ちょっと一度デザインしてみますね。ありがとうございます。はい、でその後お好みに合わせて微調整していきます。はい、はい、失礼します。ここ
の骨が右と左で違うっていうのもありますね。そうなんだ、うん、そうすると同じテンプレートとか左右対称で同じテンプレートを置いたとしても見え方が全然違うんですね。なるほど、うん、寝た状態でデザインはするんですけど、やっぱり起き上がった状態で調整しないと、うんうんうん、この骨に沿って眉尻を落としてあげると綺麗なんですよね、横側とかが。おちょっと一度黄金比通り、黄金比ベースでデザインしたので起き上がって描いてみます。仕上がりは 10% ぐらい、めっちゃナチュラル、はい、縮む感じはあると思います。でももともとなんかそこまで全然歪みもなく綺麗な感じ。本当ですか？はい、綺麗な感じ。もっと、うん、もっと重症でももっとちゃんと描ける感じですか？すごい綺麗な。へえ、嬉しい。左右差あったり、はい、よかった。合わせますね。ありがとうございます。はい、形って今どっちの方が好きですか？こっち。こっち。こっちの方は嫌な感じしないです。はい。はい、じゃあちょっとだけこう合わせていきます。長さはどうですかね？今もうベースは黄金。いいと思います。いいですか？これの 10% 少なくなる。はい、縮みます。はい、これだとちょっとみんな怖いって言います。ここまで太くならないですよねって言いますよね。あんまり眉尻ちょっと平行というかちょっと下げすぎちゃうと、こうおいおいこの骨格ってどんどんこう下に下がっていって、うん、こうどんどんこう垂れ眉になってきちゃうので。アートメイクで入れる際、気持ちちょっとシュッと上がってた方がおいおい的には本当はいいですけど、へえ、ちょっと見ながらやっていきます。もうデザインに一番時間がかかるこの骨がこっちの方がこの下のラインがこうちょっと骨がこうグッと奥まってるというかくぼんでるので、確かにちょっと、うん、ちゃいますね。一度目をつぶってみてください。目を開けてみてください。でここが目を開けるとグイッとちょっと筋肉でグッと上がるんですよ。それもあって目をつぶっていると左右対称でもこう目を開けるとグイッと、目を開けた状態にやっぱり皆さん目を開けた時に左右対称がいいですっておっしゃりますね。そうですよね。でもあんまりにも筋肉が強い方だと、まあ、目を開けて左右対称でも目を閉じた時になんかすごい形になっちゃってもあれなので、なるべく違和感のないところで合わせますね。そうですね、そのコンパスが、うん、あ、ぴったりですね、今長さ。そうです、遠目で見ても違和感ないですか？はい、大丈夫そうですか？はい、じゃあこれでやっていきます。よろしくお願いします。油性ペン、なんか油性ペンでちょっとマーキングします。はい、最後なるべく残らないようにちょっと消すんですけれども、こう擦る、消すとき擦るのであんまり赤くなりすぎる人はちょっとそのまま残しちゃうことあるんですけど、はい、一生消えないわけじゃない油性ペンなので少し残ってもご了承ください。どんどん面白い状況になっていってる感じですね。顔が、若干こんなに上がってたんですけど、
眉毛これやりにくい時って、はい、私今日描いてきちゃったんですけど、うん、本当は描いてこない方がいいんですか？描いてきた方がいいですね。あ、いつもの感じがやっぱり分かった方が、はい、そうですね、お客様の普段のメイクとか雰囲気とか分かればしてきてもらった方がありがたいです。医者さんとかで麻酔効きにくいねとか言われたことありますか？あ、ないです。ないですかね。通常通り置いていきますね。今出してるお色味が、まあ、日本人の上に近いって言われてて、まあ、スタンダードなブラウンなんですけど、こんな感じのお色味ですね。こういうお色味で結構明るいかなって感じます？いや、暗いかな、暗いかな。ただまあこれも一本一本こう、これのベタって慣れじゃなく、このお色で一本一本描いていくので、もう少しふわっと仕上がりはなりますね。でこれも結構使う人の肌色によっては色の見え方が違うので、私黄色ベースの肌色でちょっと黄色がかって見えるんですが、 お客様赤っぽいベースのお色味なので、うん、こう使う人の肌色によっても色は変わってきますね。なるほど。で仕上がりはこの上にご自身の皮膚がふわっとかぶるので、全体的にふわっとなりますけど、うん、この色で初回は大丈夫かなと思います。はい、違和感ないですか？ないです。これで入れていきますね。ではで終わった後、あれもうちょっと明るい方が良かったかもとか、暗い方が良かったかなっていう時は、傷ふさがる前なのでカラーパックっていうのをして、ある程度お色味調整できるので、はい、入れてください。はい、じゃあこれでやっていきますね。はい、目も開いてた方がいいんですか？閉じてた方がいいんですか？閉じてた方がいいかもですね。
すり寄せますね。はい、今追加の麻酔を足してます。はい、カラーパック置きますね。はい、多分今が一番染みてると思うんですけど、ちょっと我慢していただいて、はい、今水をこうキツネ力を浸透させてますので、はい、はい、10% はなじませず、1週間でかさぶた剥げるとふわっともうちょっとなじむので、はい、ちょっとその様子見てみたいね。お色味とか調整できればと思います。色って何色ぐらいあるもんなんですか？ベース
はダークブラウン、ブラウン、ライトブラウンで金髪のちょっと明るめのブラウンで結構いろいろあるんですけど、お客様によってこんな感じでいろいろ、めっちゃ種類がある。そうなんですよ。なのであの今回も気持ちもちょっと濃いめでとかも2回目で立てますので、はいはい、すごい大丈夫です、すごい触っちゃダメなんですね。触っちゃダメです。そうですね。で今日はもう傷があの眉毛にあると思っていただいて、なるべくもう触らずお願いします。はい、はいはい、帰ってきました。眉毛描いてきました。初めてのアートメイクやってきました。まだねちょっと入れたばっかりで1時間2時間ぐらいしか経ってないので、やや眉のあたりがヒリヒリするんですけれども、これが1週間ぐらいで今入っている色がもうちょっと落ち着いて薄くなって、で1ヶ月空けた時点で次の2回目、基本2回以上やった方が色はきちんと定着するらしいです。なのでそもそも私が今回お願いしているプランが2回セットで、人によって1年から、まあ、3年ぐらいまで持つ人は持つらしいです。そうなの、ちょっと綺麗じゃないこれ。今ねすごいやりたてなので眉毛ですみたいな感じになってますけど、ここからちょっとどうなっていくのかが楽しみです。あと色はね、私は平均的なみんながやっているちょっとダークめのブラウンでやっていただいたんですけれども、なんか色のね絵の具のチューブみたいなのを見せていただいたんですが、それが6色7色ぐらいあったのかな。なので、まあ、明るめの茶色がいい方とか、もう完全金髪みたいなのがいい方とか、まあ、もっと黒い色がいい方とか、いろいろ対応していただけるようです。なんかね形決めるまでもその人の骨格によってやっぱりどんなに自分の中で平行にちゃんと左右均等に眉を描いているつもりでも、骨格によってその影の出方とか骨の作りで眉毛の形ってやっぱり違って見えちゃうらしいんですよ。ちょっと勉強になった。だから私の眉毛は描きにくかったんだって思ったのと、まあ、メイクさんにいつもメイクしてもらうときに、あのクシちゃんの眉毛はこっちは描きやすいけどこっちがすごく難しいってよくメイクさんに言われてたんですよ。その謎が骨格も関係しているということが分かりました。まあ私の眉毛がもともと薄いっていうのもあったんですけれどもね、見事あとなんかあのコンパスみたいなので黄金比っていうのをピッピッピッって測ってくださって、眉毛のその眉頭のズレっていうのが自分が思っていた以上にありました。そりゃ描きにくいわなっていう。まあねこれでねもうずっとやりたかったんですけれども、いよいよ私もアートメイクデビューしましたんで、この眉毛ですっぴんでもお出かけできるようになるっていうのがすごく嬉しいまあ女性だけじゃなく男性の方も言っている方が、まあ、男性こそね化粧しないからね元々の形が大切なのかもしれないですけれども、あ、まあ、する人もいるか、まあ、男性の方も行けるそうです。で場所もすごく駅から、5分か、まあ、信号がうまいこと行けば5分かかるかかからないかぐらいですごく分かりやすく着きました。そんなにあの歌舞伎町の中入り組んで入っていかないので、方向音痴の私でも Google マップを見てたどり着くことができました。さあ次1ヶ月後また動画にしてどんな眉毛になっていくのか、この眉の成長をぜひ次回もご覧いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。